アウグスト2世は、ブラウンシュバイ・クリューネブルク公の一人で、ボルフェンビュッテル公。1635年のウェルフ家による分割相続に際し、ボルフェンビュッテル公領を与えられた。ブラウンシュバイ・クダンネンベルク公ハインリヒトその日、ウルスラ・フォンザクセン・ラウェンブルクの第七子、四男、ユリウス・エルンツとの弟。一族との難しい交渉と神聖ローマ皇帝。 フェルディナント二世による調停の結果、アウグストは最後の領主フリードリヒ・ウルニヒが1634年に死んだばかりだったボルフェンビュッテル公領を相続することが決まった。しかし30年戦争のため、アウグストは1644年まで自分の領国に移ることができなかった。ボルフェンビュッテルの統治者となったアウグストは数多くの政治改革を行い、ボルフェンビュッテルに アウグスト公爵図書館を設立した。またアウグストは著作家でもあり、グスタブス・セレヌスというペンネームを使っていた。彼は1616 16年に、ジスあるいは、王の遊戯というジスに関する本を書き、1624年には、暗号理論の書物を表した。暗号理論の書物は隠ピ学の大家、ヨハンネス・トリテミウスの初期の著作に大幅に依拠したものだった。 彼のペンネームのうち、名前の、グスタブスは、自分の本名のラテン語系、アウグストゥスのアナグラムであり、聖の、セレヌスは、キリシャ神話の月の女神、セレネにちなむものだった。1607年、ポンメルンコ・ボギスラフ13世の娘、クララマリアと最初の結婚をした。クララマリアとの間には一男一女を設けたが、いずれも溶接した。1623年、 アンハルトゼルプスト公、ー、リドルフの娘ドロテアと再婚した。ドロテアとの間には三男二女を設けた。1635年、アウグストは、メクレンブルクギュストローコーヨハンアルブレヒト二世の娘、エリーザベト・ゾフィーを三度目の妻に迎えた。エリーザベト・ゾフィーとの間には二男一女を設けた。ありがとうございます。